アレクサンドル二世、アレクサンドル二世、アレクサンドル、ニコライウィチ・ロマノフ、1818 18年4月29日、ユリウス歴4月17日から1881年3月13日、ユリウス歴3月1日は、ロマノフ朝第十二代ロシア皇帝、在位、1855年3月2日から1881年3月13日、ニコライ一世の第一王子、 母は、皇后で、プロイセン王女のアレクサンドラ不ドロブナ。幼い頃から、未来の皇帝の地位を約束されていたアレクサンドルは、有能な伊勢者になるべく帝王教育を受けた。帝国を滑るために必要などいつご、フランス語、英語、ポーランド語を、マスター、実際に、政府機関に勤務して、軍事、外交、財政などの政治的教養を身につけていった。 1855年、クリミア戦争が、セバストポリ要塞の激戦を迎えている最中に、ニコライ一世が崩御したため、皇帝の座についた。戦局は悪化の一途をたどり、翌1856年3月にロシアは、敗北を認め、パリ条約を結んだ。クリミア戦争の敗北は、ロシアの支配階級に大きな危機感を抱かせ、 帝国の弱体化の責任は既存の国家体制が抱く立ち送りに求められた。資本主義が工業化のような経済発展、自由主義的な社会改革こそがロシアを救うと考えられたのである。濃度性について述べた、下から起こるよりは上から起こった方がはるかに良いという言葉が示す通り、アレクサンドル2世自身はこうして国家の西岡改革を慎重に 採用していくことで伝統的な先制政治を延命させることができるとい思想を持って改革に臨んだ。このため自由主義者とは改革に対するビジョンに最初から祖母があった。アレクサンドル二世は急閉な社会制度の象徴とされた濃度性の解体に着手し1861年2月19日3月3日に濃度解放令とを発布。 17条からなる法律を実施した。長期的に見れば、この解放はロシアに工業発展の成果をもたらしたが、その実感は1860年代後半になってから現実のものとなったのであり、解放直後は不十分だとする不満が農民に根強かった。また、解放は約4700万人の農民の管理が地主から政府の手に移ったことを意味し、 この社会的変化に対応するべく、地方自治機関として、ゼムストボが設置された、ヨーロッパ・ロシア地域のみ。この機関は、地方貴族に、地方への影響力を残すと同時に、国政参加の機会を与えたが、それでも、児童教育、保健事業、貧民救済といった社会の影の部分に目が向けられた。改革は多方面に及び、1864年に断行された。 地方権の行政権からの独立をはじめ、国家予算の一本化、徴税受け追い制の廃止、国立銀行創設といった政府内の構造的近代化、効率化のための施策がやつりに行われた。またナショナリズムの要めたる国民教育に関しても、ゴロブ人文部省のもと、1863年の大学令で大学を自由化し、翌1864年の 初等国民学校令、中等学校法は無償の基礎校教育を保障した。公認で保守派の代表格であるドミトリー・トルストイも教育改革を熱心に推進し、1871年に女性が教員や公務員となることが許可された。ロシアは女子教育に関しては西欧諸国をはるかにしのいでいた。軍事面での改革は、 陸将ドミトリーミ・ミリューチンの努力に負うところが大きい。ミリューチンは1867年に軍機を大幅に整備し、1874年には全新聞の男子に対する徴兵制が敷かれた。ただし、装備などは西欧列強と比べると未だ格段に質が悪かった。また、政務会員も変革を期待し、ロシア政教会への働きかけを強めた。しかし、 こうした改革は帝国に完全な安定をもたらすことはなかった。ポーランドではアレクサンドル二世の治世初期から自治を求める分離主義運動が活発でデモが頻繁に起きた。ポーランド側は1862年に与えられた部分的な自治権には不満で、ついに1863年の年明けにはポーランドとリトアニアで旧ポーランドリトアニア共和国を再建しようと、 1>, 1月放棄が発生し、ベラルーシやウクライナでは民族主義の反乱が起きた。こうした騒乱の鎮圧には1年以上がかかり、ポーランドは自治権を失ってヨーロッパ・ロシア各地域におけるロシア化政策が強化された。こうした動きや、1866年の保守派の政治家が政権に参与し始めたこともあって、アレクサンドルの改革は1860年代、 後半から反動したという評価が一般的である。事実、ポーランド人とリトアニア人の多くがシベリアに流刑になるかアメリカ合衆国へ亡命していった。しかし改革は全体的には続行されていたという説もロシアを中心に存在する。皇帝はロシアの孤立状態を危ぶみ外相アレクサンドル・ゴルチャコフの協力で対ヨーロッパ国際協調路線を模索した。 フランスへの接近は失敗に終わり、イギリスやオーストリアとは強い敵対関係から脱却することはなかった。結果としてプロイセンとの友好が考えられ、1873年、バルカン半島をめぐってライバル関係にあるオーストリアを含めたミカド同盟が結ばれた。クリミア戦争以後、ロシア政府はバルカン南下政策に慎重になっていたが、 スラブ主義者のキャンペーン活動に後押しされる形で、1877年にブルガリア保護の名目でオスマン帝国に宣戦線したロト層では、9ヶ月の戦いの後にアドリアノープルを陥落させて敵側から降伏を引き出した。1878年2月のサンステファノ条約では、ロシアの衛星国とすべくブルガリア公国の形成と自治権をオスマ側に認めさせた。 しかし列強はこれに猛反発し、同年7月に開催されたベルリン会議では、ロシアの影響力をそぐ方向で、条約内容が大幅に修正されたベルリン条約。ロシア側は、ブルガリア港に、皇后の老い、アレクサンダーを押すことには成功したものの、ベルリン会議を主催したプロイセンとの同盟へ関係に、疑念を呈する声が、スラブ主義者の間で上がることになった。 コーカサス戦争、1817年から1864年で、ロシアの支配下に入っていたカフカース地方では、バクウの油田における利権が、ヨーロッパ諸国の起業家の注目の的になり、スウェーデン出身のノーベル家がこの地の開発を引き受けて、巨万の富を築いた。アレクサンドルの治世には、中央アジアへの本格的な進出や開発も、始まった。 トルキスタン地方では、ウハラハン国1868年、ヒバハン国1873年を次々に保護下に置き、1876年に高感度ハン国を滅ぼすと、この地域でもロシア化政策と経済開発が推し進められた。この地域は、綿花栽培及び綿工業の中心地となり、モノカルチャー化が進んでいった。 クリミア戦争の敗北でバルカンへの進出に失敗したロシアはアジア進出により積極的な帝国拡大の可能性を見出した。アロー戦争に暴殺されていた新国と1858年のアイ軍条約及び天津条約1860年の北京条約を次々に結び宴会州、現在の宴会地方を獲得して不登校ウラジオストクを建設した。 帝国東部地域の開発が進む中、多くの解放農民がシベリアへと移住した。また、極東における領土の整理も行われた。1867年には開発の困難なアラスカ、現在のアラスカ州をアメリカに720万ドルで売却し、1875年には日本の特命全権大使、榎本武明との交渉で、カラフト、千島交換条約を結び、 日露間の国境を確認した。日本との関係で言うと、日本政府とペルー政府との間に起こったマリアルス号事件では、1873年から1875年にかけて開かれた国際仲裁裁判の裁判長となり、日本に有利な判決を出した。1841年、ヘッセン大抗ルートビヒ2世の末娘マリーと恋愛結婚した。 マリーはその母親ビルヘルミーネの不義の子だったが、アレクサンドルはそれを承知の上で妻に迎え、マリーは回収して、マリア・アレクサンドロブナと名乗った。しかし結婚後、アレクサンドルの妻への愛情は急速に冷め、間に8人の子供を設けつつ、他の貴族女性との性的関係を繰り返し、3人の死生児を作った。また、1865年の皇太子、 ニコライの休止は皇帝をひどい鬱状態に陥らせ、妻や家族など周囲との溝をさらに深める原因となった。1866年、48歳のアレクサンドル二世は、没落貴族の娘で、スモーリヌイ女学院の女学生だったエカチェリーナ、ドルゴルカヤ公爵令嬢、愛称、カーチャと出会った。二人はカーチャが、スモーリヌイ女学院を卒業するのを待って、恋愛関係になり、 4人の子供が生まれて幸福な家庭生活を築いた。当然ながら、この関係は明るみに出て、皇太子アレクサンドルをはじめとする多くの人々の非難を受けた。1880年5月に皇后マリアが没すると、皇帝は、教会法や家族の反対を無視し、カーチャと再婚、帰遷結婚するに至った。 当然ながら、この結婚は、ロマノフ家の人々の容認するところとならず、皇帝の死後、カーチャとその子供たちは三百四十万ルーブルの年金を与えられ、ニーズに追い払われた。人民の中へ、ブナロードをスローガンにしていたために、ナロードに来、人民主義者と呼ばれていた人々は、皇帝と地主の権力は、農民一揆で打倒できるとし、 農民の説得に情熱を傾けたが、思うような支持を得られなかった上、政府の厳しい弾圧にあった。彼らの一部は急進化し、皇帝や皇官を暗殺することにより、先制政治を打倒しようとし、テロに走った。1867年、フランスを訪問中のアレクサンドル二世は、パリで襲撃されたが、この時は難を逃れた。その後も、 皇帝暗殺計画は再三にわたって企てられ、1880年2月には、アレクサンドル2世を狙った、東急食堂爆破事件が起きて、多数の死傷者が出た。これをきっかけに最高式委員会が設置され、下ボルガリン自創徳として、暴動鎮圧に成果を収めた、ミハル・ロリスイコール・メディコフが委員長に任命された。政治を安定させ、内政の改革を進めることが、テロや、 暴動の抑止になると考えた、ドリスイコールメリコフは、行政改革と財政改革を皇帝に進言し、これを受けて、最高式委員会は解散され、ドリスイコールメリコフが内務大臣となった。社会の不安を除くため、人々の演佐の的となっていた悪名高い、秘密警察、皇帝官房第三部を廃止し、立憲制導入に向けてまず一種の議会導入を提案し、 一般委員会や国家評議会にゼムストボの代表や大都市自治会の代表などを参加させようとした。1881年3月13日、アレクサンドル2世は、没落したシュラフタの家柄で、人民の意思党員のポーランド人の投じた爆弾、キワリチチ式手投げ爆弾により、サンクトペテルブルク市内で暗殺された、ソフィアペロフスカやら暗殺の首謀者は処刑され、暗殺当日に、 皇帝の承認を受けたばかりのロリスイコールメリコフの改革案は白紙に戻された。皇后マリアとの間に8人の子女を設けた。再婚相手のエカチェリーナドルンゴルーカや皇爵令嬢との間には結婚前に4人の子女を設けた。いずれも母に与えられたユーリエフスカヤ皇女、ユーリエフスキー皇の姓を名乗った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。